どうも皆さんおはようございます。カリュウです。はい、今日もやっていきましょう。早稲田大学早川隆久投手のスタープレイヤー第3話でございます。はい、前回はですね、プロ初登板初先発、しまして、見事初完投勝利を挙げることができました。9回を投げてヒット10本失点2ということで、まあ本当はね完封狙いたかったんですけどちょっとダメでしたね。で今回は楽天生命パーク宮城に戻ってきての、ホームで初めて投げるということで、対戦相手がロッテということでね、さあどうなっていくのかね、やっていきましょう。で今回の目標は完封、とりあえず完封をね目指して頑張っていきたいと思います。ではやっていきます。強い雨がグラウンドを濡らします。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ。はい、では1回の表のピッチングやっていきましょう。まずはイーグルスの先発早川、楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。さあマリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。打ちました。入れました、ファールボール。これもファウル。アウトコース、ファウル。バッターよく見ました。またファウル。打ちました、ボテボテ。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている荻野。まずはワンアウトを取っています。インコース、ストライク。緩いボールで空振り、タイミング合っていません。ノーボール、ツーストライクです。インサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。これで3試合連続安打。ワンアウト、ランナー一塁となりました。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターはマーティン。走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。まあよくこの俊足のランナーを刺しましたよね。キャッチャーよく刺してくれましたね。先制のランナーでしたからね。いやー本当に助かりましたね。はい、そうですね。見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。はい、見事1回表はですね、1回表はですね、荻野選手にヒットを打たれたんですけど、見事盗塁を阻止しまして、で最後マーティン選手は空振り三振に打ち取ったということで、まあ、とりあえず、まあ、上々っちゃ上々ですね。はい、では2回の表のピッチングやっていきたいと思います。2回の表マリーンズの攻撃、4番バッター安田。2試合当たりが出ていません。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。イーグルスの先発は早川、これが公式戦2度目の登板となります。前回の登板は9イニング投げて自責点に、プロ初登板初先発、そして初勝利もマークしています。打った、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、センター掴んでワンアウト。打席には5番バッター井上、昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。チャンスで打ってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。早川、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー早川、そしてキャッチャーは太田。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。バッターボックス中村、ツーアウトになっています。アウトコース、ストレートが決まっています。緩いボールを持ってきました。うーん、
抑えの効いたいいボールですよね。はい、外のストレートが変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。はい、2回表はですね、見事三者凡退に抑えることができましたね。安田選手とか井上選手を抑えれたのは大きいかなと思います。では3回の表のピッチングです。やっていきましょう。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね、監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね。まあ、先発だったら長いイニングをとにかく投げるっていうことが重要になってくる。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている田村。2試合当たりが出ていません。早川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ここもファールです。ツーストライクです。インサイド、レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。ロメロが掴んでツーアウト。バッターは9番に入っている藤岡。ここのところ当たりが出ていません。ツーアウトになっています。タイミングを取らせません。ノーボールツーストライク。引っ張った銀次、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ3回表のピッチングも見事三者凡退で打ち取れましたね。まあ序盤はいい感じで来てると思います。打たれたヒットも1本だけですし、この調子でいけば完封はあり得るんじゃないかなと思います。では4回の表のピッチングやっていきましょう。回は4回の表に入っています。マリーンズ打順よく1番から始まります。福田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。イーグルスリードで迎える4回です。胸元へ決めてきました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。ワンアウトです。2番バッター荻野。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいと。ファーストの左抜けました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスにはマーティンが入っています。さあ得点圏にランナーを背負う。セカンドランナースタート。キャッチャー三塁はタッチアウト。盗塁失敗。ここは見事盗塁を阻止しました。いやーよく刺しましたね。このプレーは大きいと思いますよ。この盗塁阻止は大きいですよ。はい、ランナーはいなくなりました。引っ張った。これはファーストライナー。はい、4回表なんですけど、また荻野選手にツーベース打たれてやばいかなと思ったんですけどね、ある意味3投してくれたおかげでなんとかさせましたね。よかったよかった。さあ、5回の表のピッチングです。やっていきましょう。小宮山さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか。そうですね、非常にいいリズムで、投げれているというふうに思いますね。このままこの投球が続くんでしょうか。まあ、次の球もストレートはありですね。なるほど。さあどう来るか。あっと反らしている。バッターは一塁へ走る。ボールを拾って先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス井上。先ほどの打席は内野フライ。初球打ち藤田抑えてワンアウト。6番バッター中村。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。見逃し三振。ツーアウトになっています。バッターは今日 DH に入っているレア。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいです。打ちました。茂木一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ5回の表のピッチングなんですが、ちょっと珍しいことが起きましたね。振り逃げということで、まあでもなんとかね抑えれたんで、まあ良かったです。はい、では6回の表のピッチングやっていきましょう。さあ今奪ってる三振6つということで、あと4つ取って2桁には並びたいなと思ってます。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。6回の
さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、レフトが取りました、ワンアウトです。バッターボックス藤岡、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。いいところに決まってますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、あっという間に2ストライクです。ノーボール2ストライクです。ファウルです。次が6球目、変化球空振り、打順はトップに帰って福田、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね、ツーアウトランナーありません。ファウルです。これはバット出ず三振です。スリーアウト。はい、6回の表のピッチングですが、まあ見事三者凡退に打ち取ることができました。さあ、とか言ってたらもう7回表まで来てます。このまま行けば2安打完封全然見えてきます。で、あと脱三振あと2つ取ったら2桁なんでね、頑張って完封目指して頑張りたいと思います。それではやっていきましょう。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね、もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。引っ張った、打球はレフトへ、この打球はフライになっています。レフトが取りました。ここで審判が一度試合を止めます。雨が強くなってきたということで内野陣外野陣そしてバッターボックスのバッターも下げて今両軍ベンチに下がっていきます。さあ少し雨が弱まってきたように見えます。さあ審判団が出てきて試合再開です。バッターボックスには3番マーティン、先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。前の打席はいい当たりでしたからタイミングは合ってると思いますね。ここは注意していかないといけないでしょうね。なるほど、そうですね。早川、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターの安田、ここ5試合で打率が1割を切っていますがバッティングの調子はどうなんでしょう。はい、少し打席で迷ってるようなところがあるので開き直って狙い球をはっきり絞るといいでしょうね。なるほど、今日の調子はどうなんでしょうか。変化球で空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。はい、7回の表、なんと安田選手のバット折りましたよ。すげえすげえ。さあさあさあ、あと残すイニングは2イニングね、このままいけば完封が見えてきます。さあどうなっていくんでしょうか。8回の表のピッチングやっていきたいと思います。ゲームは8回に入ります。追いかけるマリーンズの攻撃、バッターは5番井上、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。イーグルスリードで迎える8回です。絶妙のコントロールですね。はい、低めにストレートが決まっています。変化球空振り、まず1つアウトを取りました。これで10個目の三振を奪いました。バッターボックスは6番中村、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。早川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高めのボール打ちました。打球はセンターへ、センターが取りました。2アウトです。バッターボックスには指名打者のレアード、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。際どいコースに送ってストライク、緩いボールできました。
これが3球目。打ちました。取りました。一塁送球。一塁アウト、スリーアウトです。さあ、8回の表も、なんとか抑えて、ね、奪三振も、ね、10個2桁に乗りました。さあ最終回、今ちょっとですね、右手の親指の爪がなぜかペロンって取れました。大丈夫かなこれ。まあ、生爪剥がれたわけじゃないんで痛くはないんですけどね。さあちょっとこのね事態がどういう、ね、プレーが、ね、支障が出るのかわかんないですけど、最終回9回表のピッチングやっていきましょう。さあマウンド上は早川、完封を予感させる投球でここまで来ています。小宮山さん、もうここはファンも完封を期待していると見ていいですかね。そうですね、もうとにかく点差もありますし、余裕を持ってしっかりと投げてもらいたいですね。最後までしっかりと投球をしてほしいと思います。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには代打の清田。小宮山さん、この展開で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。これが初球。初球打ち、これはどうだ、センターに抜ける、ワンアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります。バッター福田、今日はまだ当たりがありません。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。高めストライクになります。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ファウルになります。変化球空振り、これでツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど、そうですか。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる、外野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。今日は見事な完封で白星を挙げました。楽天イーグルスが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか。そうですね、まあ、リリーフを仰ぐということが主流になっている中での、はい、見事、早川投手完封達成いたしました。ありがとうございます。打たれたヒットが3本で、与えたフォアボールデッドボールなしの、無四球完封ということで、いやー素晴らしかったですね。29人のバッターに対して97球3安打12奪三振、冒頭1ってなってるんですけど、あれはね、キャッチャーが悪いっす。あのチェンジアップはちょっと取ってほしかったな。悔しいけど、で防御率がですね、この試合始まる前が2点台だったものが1点台まで下がっております。よかった。もしですね、お試合前に言ってたことをね有言実行できてるじゃんと思った方はね、チャンネル登録高評価ね、そしてお布施の方をよろしくお願いいたします。さあやりました、プロ初完封でございます。さあよかったよかった。さあ、日本ハムじゃない、ロッテとの3連戦最終戦ですね。じゃあちょっと結果はどうなるでしょうか。ドン、あー負けてしまいましたね。さあ早川選手が勝って2位になったと思ったら、もうまた3位に、1日で3位に戻ってしまったというね感じになってしまいました。さあ場所は変わってメットライフドームです。西武との3連戦ですね、やっていきましょう。というかまあ投げるわけじゃないんですけど、結果見ましょうかね。あっと負けている、これで連敗です。あっとチームは B クラス転落、やばいぞ、連敗中です。さあどうだ、お勝ちましたね、よしよし。で順位が、あ上がらないんだ。さあただいま順位が4位となっております。1位が西武とオリックスで、ゲーム差なしの3位に日ハム、
で 0.5 ゲーム差で、楽天と。でロッテが最下位なんですよね。結構ね差はあるようで実はないという。あっと西武に負けている。とりあえず4位ですけど、多分ちょっと厳しいかな今のままじゃね。さあ、今チームとしては4位で、首位には 1.5 ゲーム差でもね、 A クラスのこの3位まではね 0.5 ゲームなんで、もしかするとねワンチャンいけるかもしれないという感じですね。でここは休養日休みなので、人物交流をしたいと思います。では人物交流の場面はカットです。それではカット。はい、ということで、またホームに戻ってまいりました。楽天生命パーク宮城での日本ハム戦ですね。で4月の8日が、3回目の、先発ですね。さあ1戦目はどうかな。あー負けてますね。あっとチームは5位に転落。さあ結構ね連敗してます。しかも借金も1というところでの、次回は先発となります。相手が2位の日本ハムですね。日本ハムはねプロ初登板初先発初勝利をね飾ったチームですから。しかし、初失点を与えたのもここなのでね、因縁深いねチームとなります。次回はねこの日本ハム戦やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、といったところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。いかがでしたでしょうかね。見事、完封を達成したので、今度の目標はなんだ、ノーヒットノーラン完全試合。まあ無理だと思いますけどいきなりはね無理だと思うんですけど、それに近いようなピッチングができるように、次回も、ねプレイしていけたらいいなと思います。それでは、この動画が面白いないいなと思ったら、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。コメントも、どしどしお待ちしております。そしてさっきもちらっと言ったんですが、私オフセというサービスに、入会しておりまして、まあ、どんなサービスかと言いますと、YouTube で言うとこのスパチャ、投げ銭のようなサービスでございます。詳しいことはですね、この動画の概要欄に、お布施の、まあ、細かいことが書いてある、URL とか、あと、お布施をするのに必要なそのお布施箱の URL、私のアカウントのページとか、いろいろ貼っておきますので、よかったら、皆さん、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ここまで見てくれ、最後まで見てくれた皆さん、ありがとうございました。それではまた皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。